こんにちは、河野太郎です。この度はインターネット事業者の皆様にワクチンの誤情報対策に高い問題意識を持っていただき、セーファーインターネット協会の主催でこうしたワクチンデマ対策シンポジウムが開催されることに敬意を表します。また、このような場で発言の機会をいただきありがとうございます。新型コロナワクチンの接種は自治体、医療関係者、企業、大学をはじめ多くの関係者の皆様に大変なご協力をいただきながらここまで進んできました。今後の課題は接種スピードを維持しながらワクチンをしっかりと供給していくことと、相対的に接種を希望する割合の低い若い世代にワクチンのことを正確に理解していただいて、より多くの皆様に接種をしていただくことになります。若い方々にお伝えしたいのは、若い方々でも新型コロナウイルスに感染して重症化する方がおられるということ、味覚や嗅覚が戻らない、髪の毛が抜けてしまう、そういった後遺症が残ることもあるということです。現在接種できる新型コロナワクチンは高い効果が報告されています。接種部位の痛みや発熱などの副反応はありますが、接種することのメリットが副反応のデメリットよりも大きいことが認められており、皆さんに接種をお勧めしています。若い方々にこうした情報を伝えるためには、若い方々が情報に接するネット、SNS などの媒体にしっかりとアプローチしていくことが重要です。しかし、そのような中でワクチンに関する誤った情報がネットを中心に飛び交っています。若い方々がワクチンに対して誤解をしたり、過度に不安を抱いてしまったりすることを大変危惧しています。明らかに誤った情報に対してはしっかりと否定し、正しい情報を発信していくことが重要です。政府としても、ホームページやツイッターなどでの発信に努めておりますが、本日ご登壇の皆様を含め、関係の方々のご協力が不可欠です。詳しくはこの後のご議論に譲りますが、私からも一端を申し上げれば、ワクチン接種により不妊が起きるとの情報に接した方もいると思います。しかし、不妊が起こりやすくなる科学的根拠はありません。ファイザー社の元バイスプレジデントの一人が、胎盤を形成する心室チン1というタンパクと新型コロナウイルスが人の細胞に入るための鍵となるスパイクタンパクが似ているため、スパイクタンパクの抗体が心室チン1も攻撃してしまうと主張しました。実際には抗体が反応する部位のアミノ酸の配列は似ているところが少なく、そのような反応が起きたことは確認されていません。また、アメリカで行われた妊娠中にメッセンジャー RNA ワクチン接種をした約3万5000人の女性の追跡研究の報告では、発熱や倦怠感などの副反応の頻度は、非妊娠女性と同じ程度であり、胎児や出産への影響は認められませんでした。誤った情報は、その情報を発信した人の役職を実際よりハイクラスに書いたり、製薬会社の秘密文書を秘密裏に入手などと書いたりして、より不安を煽ることもあります。誤った情報に惑わされないためには、そうした誤情報の特性を知ってもらうことも大事ではないかと考えています。本日のシンポジウムでは、誤った情報が流布される仕組みや実態、専門家による医学的に正しい知見、インターネット事業者による対策の最新状況について議論され、発信されると伺っています。シンポジウムをご覧のメディアの方々には、ぜひ本日の議論から得た
有益な情報を積極的に発信いただくとともに、ご覧になられている方で現在接種を考えている方々には、今後様々な情報に接する際の参考にしていただき、正しい情報に基づいてご検討の上、ぜひ接種していただければありがたいと思っています。最後にこのシンポジウムの成功をお祈りして、私の挨拶とさせていただきます。